はい、こんにちは、ポポンプグニャンラジオですということで、まあそれにしてもね、まあ昨日の地震がすごかったみたいですね。三陸沖であったですね、マグニチュード 7.3 ね、まあ震度5弱とかっていうらしいんですけども、まあそれも福島もそうですし、関東とかね、青森もですか、なんかものすごい広範囲にわたってですね、もう大地震が、311以来のですね、大地震が起きたということでね。まあこれはなんか今回はそのアウターライズ型の地震ということで、まあその311の余震じゃないかというふうに、まあ見てる、まあ学者も、まあいるみたいなんですけども、これは本当なんかもう余震か本震なんかね、わからなくなってきてるなと。もう、やっぱりその311で思いっきりですね、この大陸のプレートっていうのが歪んでしまってるからですね、いつ本当大地震が起きても、まあ、おかしくない状況だっていうのをね、やっぱ改めて、昨日多くの人がですね、やっぱ分かったんちゃうかなと思いますね。まあ僕は大阪だったんで、その、全然その、揺れとかはなかったんで、実感はないんですけども、ただやっぱりツイッターとかのね、タイムライン見てたらですね、まあ、えらいことになってるのはわかりますし、NHK でもですね、ものすごくもう、逃げてくださいっていうのをずっと連呼しててね、高台に逃げてくださいと、津波が来ますと、311の東日本大震災を思い出してくださいっていうことを、まあ何度も言っててね、早く逃げてくださいと、命を、大事にしてくださいみたいなね。で、まだ、その、テレビ画面にはですね、津波避難っていうね、ものすごくですね、恐怖心を煽るようなテロップをずっと出しててですね、だからまあそのテレビ局としてもですね、それぐらい煽らないと、東日本大震災のようなことをね、繰り返して死者がですね、たくさん出てしまう可能性があるということで、あえてそういうことをやってると思うんですけども、本当にね、やっぱりその原発事故とかね、まあ昨日はね、その原発に関しても福島原発なんかはですね、まあ、その免震等に、その原発作業員は避難されてたとかね、まあそういうの出てたんですけども、本当にその地震が起きたらですね、原発をどうしようもないと。やっぱりその原発作業員だって命大切にしてほしいからですね、それは逃げろってなりますよね、と。だから本当に、だからまあ今回ね、まあその原発再稼働っていうのが、まあしてないと、今はその関西の大井原発だけっていうことでね。まあそれが本当不幸中の幸いというかですね。本当もし、その関東とかで原発再稼働してたとしたらですね、本当に取り返しのつかないことがまた起きるっていうのはね、可能性っていうのはあったと思うんですよね。だから本当にね、今回その総選挙が、まあ来週ね、ありますけども、投票がね、よく考えてね、やっぱり投票せないかんと思うんですよね。さあ民主党がダメや言うて、自民党にみたいなね、その自民党はですね、まあ本当その原発再稼働っていうのを続々とさせようとしてると。まあ現職規制委員会も再稼働させようとしてですね。で、また今回311のような福島原発の事故が来たらどうすんねんと。だから今回のその昨日の地震かってですね、また、その1週間以内に、まあ、大きな地震が、来る可能性もあるみたいなことを指摘している、まあ、学者もいてですね、で本当だから来週だけの問題じゃなくて、今後、まあ4年以内にね、70% とかっていうその記事も出てたりとかしてましたけども、本当いつ大きな地震が起きてもおかしくないところに僕たちはいるんだということをね、やっぱり再認識、もうしたかなと思いますね。ではそこでその原発再稼働を進める自民党に、勝たせていいのかと、単独過半数とかね、本当そこをね、やっぱよく、考えて、いただきたいなと思いますしですしね、本当なんか、ではそういう、なんていうんですか、
警告のために、昨日の地震はあったんじゃないかと、いう人たちもですね、まあ、いると、まあ、僕もそう思うかなというところもあってですね、やっぱもう遊びじゃないんだと、政治っていうのはね、本当に。だから本当311の時に、本当やったらその地震が起きて被災者の方の情報とかっていうのをバンバン流さないと、テレビ局ってはいけなかったのにですね、やっぱ福島原発の事故の方が、どうしてもですね、深刻度が大きいからですね、もうそっちを取り上げざるを得なかったと。もう本当だったら、被災者のね、被災地の情報とかもっと流して、もっと多くの人が助けられたかもしれないとね、いうのも僕は本当にね、思うんですけども、そういうことをもう繰り返したらいかんと。本当原発事故をね、もう本当起こしてあかんということから言ったらですね、やっぱり自民党に入れてあかんやろと、僕は思いますけどね。それがやっぱり責任ある、大人のですね、そのけじめのつけ方かなって僕は思ったりも、しましたけどね、どう思いますかねと。まあ、このアウターライズ型地震っていうのは、なんか、ようわかりませんけども、まあ、結局その、なんか、こう、横揺れじゃなくて、縦揺れでね、そのとその津波が起きやすいと。まあだから NHK とか津波に気をつけてくださいというように、何回も何回もずっと、2時間ぐらいずっと言い続けてたんですよね。だから本当ね、もう今、本当311の前の、その日本とですね、今の日本っていうのは全然違うわけですからね。だから本当にいつまでもね、なんかその、ずっとその前の、日本であると、思っててね、その総選挙でもね、あ、民主がダメだから自民だみたいなね、そんなんでいいのかと、もう変わってるんだと、本当原発っていうのをですね、本当もう、せめてもう再稼働させない、ね、状態をですね、今後ずっと続けていって、廃炉にね、もう転換していくと、本当さ、アメリカもですね、この LNG という天然ガスね、シェールガスっていうのが、いっぱい発掘できてですね、今度アメリカが産油国になるということでね、だから日本はですね、アメリカもその LNG というね、天然ガスをどんどん日本に、日本にというか、もう輸出したいんですよね。なんか昨日そういうのも出てましたけども。だから日本はですね、そのアメリカとの関係を良くしたいのであればね、日本はその、LNG をですね、アメリカが買ってあげて火力発電にシフトすると。それがですね、一番いいんちゃうかなと、思いますね。もう、こんな地震大国に原発っていうのはですね、もう論外だと。まあ、自民党も なんかベストミックスだとかってわけのわからんことを言うんだったら、本当その日米関係も良くなるしですしね、本当に LNG で火力発電を増やしていく方がですね、本当に日本のためになるぞというのは思いますね。まあ、本当その、まあ、総選挙もね、ありますしですね、本当また、本当、まあ、今回ね、昨日の地震ということで、やっぱり311のことを、やっぱもう一度思い出して、投票行動にね、まあ、活かしてほしいかなと、僕は本当に思いましたね。だから本当、だからね、政治にも地震もですね、やっぱ関係ないことないんですよね。だから全部その、みんな不幸、絡み合ってるっていうところもあって、どうやったら、その震災でね、この、人災もで防ぐなりませんしですしね、こうどうやったらこう、被害を最小限に抑えられるかっていうね、まあ危機管理と言ってもいいと思うんですけども、そんな危機管理とか考えたら、原発動かしてるのは大きな間違いだろうと、この地震大国でね。っていうのは思いましたけどね。まあまあ、なんか、僕今日投票行こうかな、期日前投票行こうかなと思ったらですね、なんか明日からじゃないと、その最高裁の裁判官の、国民審査っていうのがね、
なんかできない。だから結構二度手間になるんで、だからまあ今日はやめといて明日行こうかなと思うんですけども、まあ僕なんか国民審査行っても、全員に、僕は罰つけますけどね。大体最高裁の裁判官なんてね、6人いませんからね。まあちょっとはマシないるかもしれませんけども、とりあえずみんな罰つけてですね、一回こう、辞めさせるぐらいのことをしないとですね、日本の裁判もね、良くならへんのちゃうかなと、まあ僕は思いますけどね。まあまあ、ということで、今日はこの辺で、いつもありがとうございますということで、本当に地震とかね、気つけてくださいねと、ということで、さようなら、バイバーイ。今は私にとっては戦争なんですよ。はい、負けることのできない戦争、私にとっては小出弘明です。ポポンプーニャ。この放送はポポンプーニャンを見てくれた方へのお礼放送です。いつもありがとうございます。